はい、じゃあ今日は、はい、今日はとかじゃないですね、こんばんは、こんばんは。すいません、もうなんでしょう、その今急ピッチで、うん、チャンネル作り上げてる最中なの。わかんないし、説明しとくと、もう宇治原だけバズったんで、うん、俺にしかニーズないだろうってことで一人でやってきたんですけども、それがつまんないので二人でやるっていう、この自分の感情に寄り添った決断をしたんですけども、二人はニーズがないということで、今ここを必死に埋めようっていう感じで、もう出だしもぐちゃぐちゃになっちゃいましたけど、はい、もうそんなこと一回忘れていきますけれども、はい、今日はですね、うん、本当に俺がずっと思ってたことなんですけど、春の時期ってすごい桜の商品すごい出るの分かる？うん、分かるよ。桜味のね、うん、だあれを俺はまあ正直あんまり食べたこともないけれども、うん、すごい出るのに対して普通に素朴に思ってたのが、うん、その美味しいかっていう。あ、確かに美味しいと思う、桜の食べ物。いや、美味しいと思うっていうか、そもそもどういう味かもそもそもあんま分かってない。どういう味かも分かってないだとちょっとずれてるな、俺と。やり直そう。違う違う、やり直すとかではないから。いや、もうそのやり直しはそれ人生になっちゃうから。それはお前の感想でしょ。だ、我々は味が想像できた上で、あ、そう、スタッフとも喋ったんですけど、想像できた上で確かに美味しくなさそうですよねって話になったんですけど、はいはいはい、その味が想像できないっていう人初めてなんです。正直言うこと言うと、うん、桜の味がどんな味かあんま想像ついてない。なんとなくわかるけど、ね、が正直、はいはい、俺はまあじゃあ今日こっちでやろう。いや、だってだって、俺これやろうって、桜醤油はあんま美味しくなさそうだなっていうことと、うん、まあさらっと今日この企画をやる理由と、まあやっぱ二人でやるっちゃと言ったというね、うん、やっぱ不安ですから、はいはい、まあやっぱり簡単に数字の取るレビューやろうって頭働きましたね。そういうことになるのか。とりあえず俺は思う、その桜の味の商品は美味しくないと思っている、うんうんうん、っていうか、なんかそのあんなに春にバカみたいに出すほどうまいかっていう感じだから。まずいとはないけど、はいはいはい、そんな安直にやるっていう、確かに、なんか新入社員でも言えそうなアイデアじゃん。桜の商品出します。まあ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 、普通は笑われちゃう気がするんだけど、見てください、はい、こちら、はい、これね、うん、見て、こんなんだよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、うん、これもう本当にプロの制作人だったらもっと集めれてますよ。芸人上がりたちがさ、見よう見まねにして、見よう見まねに指示をして、俺もそれでもこんだけ集まるってことはもうバカみたいに出してるんです、皆さん。確かにそういうことになるね、うん、これが本当にうまいのかっていうのを今日は、やっていきたいと思います。はい、じゃあ早速いきたいんだけど、うん、順番とか決めたの、そっち。まあザ・桜商品という、まあ定番からいこう。確かに定番から、うんうん、世間の定番は何なんだ、あ、これ あ、さ、桜餅、もう昔からある桜餅。確かに確かに、確かにあるわ。だけどさ、はい、いや、俺これはディスってないわ。いや、ごめんごめん、説明大事だったけど、これはちょっと俺が思う桜商品ね、これはもう桜餅という、あ、もう普通に殿堂入りで、別にこれはいいんだ。でもう思いっきりって言っちゃうと、この辺なんだわ、そのこの、はい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 、このなんかさ、うん、うん、まあでもで分かるでしょ、これじゃないのよ。だからこれは食うけど、うんうん、これは別に正直あんこの味なんだ、うん、あんことあとこのなんだっけ、桜の葉っぱか、そうか、そう、まあまあだからこれはまあいいや、まあじゃあ一応食うか。あ、一応食べよう。これは普通に、まあ、食べれるんだ、やっとね、うんうん、まあでも一応多分これが桜の味って言われる匂いとか、なるほどね、まあ基準はね、うん、一番そういうのがすると思います。あ、でもまあ桜もう別に怪しいもんな、別に桜っていうか、うん、うん、よくは鼻を接触させてかけるね。厳密にマジで書きたかったよ、厳密とかないだろ、うん、別に。いや、お前先食べない、とりあえず。いい、食べたことあるの桜。いや、あると思うけど記憶にないね、味とかあんま覚えてない、なんかしょっぱかったイメージある。しょっぱいから入った甘いに突入するイメージがあった。あ、まあまあ別にあってはいるんだけど。いきます、いきます、いきます。はい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 、食ってください。美味しい美味しい。さ、これが桜味って言うな。ああ、確かに桜味だわって思うかもしれない。ちょっと食ってみて。うん。うん。いや、っていうか最終言ってると同じかな。やっぱほとんどあんこの味しかしないし。うんうんうん。桜、まあ葉っぱの味だよね。なんかね、こう、酸っぱさというか、なんだろうな、しょっぱさというか。うん。でもごめん、何でも言ったけど、これじゃねえから。こんなんバカみたいに出してる。これは別に、出さんじゃないから。うん。
はい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 、まあ、なんならまあ別にうまいよ、うまいうまい、あんこはうまいから、うん、はい、じゃあ別だな、これじゃない、はい、じゃあ次はどれが定番っぽいわけですか。結構まあでも桜味みたいなのがちょっと弱そうなのがそのやっぱりキットカットとかそこら辺かなって感じはするけど、うん、でももうある意味正直俺王道はこれだよ。あんまりちょっとキットカットで悪いこと言いたくないけど、うん、キットカットが一番よくやるじゃない、このよくわからない味を出す本当に増えているのかって気になるっていう、うん、まあこれだったらちょっと桜きな粉で、きな粉の要素もちょっと入ってるってことですね、うん、すごい海外にも輸出してんのか、その英語の表記のやつ。本当は英語表記だね。うんうん、はいはい編集の人は入れんのかな、今同じこと2回繰り返してじゃあこれ桜きな粉ね、はい、うん、はい、桜&ローステッドソイビーンパウダー、うん、英語で書いてある。じゃあこれ食ってみましょう、うん、普通のキットカットは食う、食うよ食うよ、それ食うよ、普通に食うよ、どう食う食う食う、確かに確かに、うんうん3年後に会話できるようになるそりゃ無理だよ、お互い好きでもないんだからじゃあ、はい、はい、あ、お前そんな風に行くの、お、行くは、俺はなんか節操がないね、節操がないかなあ、おるんだ、いちいちお前、まあ、降りたくなる心理だよ、人間として。ああ、そう、俺このまま行くはずなの。じゃあ、まあ、いただきます。いただきます。いや、わかんない、桜きなこ感が強いけどな、ね、最初はピンクだから最初のインパクトみたいな、うん、あれは本当に一瞬桜感って錯覚するんだけど、もう口の中入っちゃうとピンク色も何もないから、もうきなこというかもうきなこ、違う違う、あの味覚じゃない、視覚で言うこう来てるから桜桜だって消えたあたりで桜じゃないって言うじゃんでも全商品そうじゃんお前喋んな俺が言うから、お前これ多分 きなこだなほとんどで、桜とかじゃないのかも。まあでもこれこれよ、これを誰がめがけて食うのだろうっていうお前ペース大丈夫か、水のじゃあこれ、これは一緒だぞ多分、うん、チロルチョコね、うん、桜きな粉、何種類あるか、桜、あ、こっちに書いてあるよ、桜きな粉と桜ミルクがあるか、うん、桜きな粉、桜ミルク、まあじゃあ1個作ってみるか、食べてみよう。じゃあ俺桜きな粉同じ、あ、じゃあ俺もそっちよ、うん、そっちよえ、こんな感じだ、あ、桜感強い、さっき、あ、美味しくないね、美味しいか、美味しいけどね、俺は甘いからだろ、甘いから砂糖でいいじゃん、まあまあ、いやでも砂糖より美味しいよ、砂糖より美味しい理由はだよ、桜ええだろ、怖いとか美味しい理由、きな粉の味するから、で、きな粉、きな粉と砂糖食えばいいじゃんっていう話にはなるよね、まあ、なる、うん食うよ、うん、桜ミルク、はい、ほぼホワイトチョコだな、うん、美味しいよ、もちろん美味しい、やっぱホワイトチョコだから美味しい、そりゃ俺好きよ、俺はダメだな、もうこの感じのチョコだもん、うん、いや、それチョコの塊でも、うん、うん、でも桜、桜匂いだな、匂い、あ、嗅いでねえよ、そう嗅いでねえこれもホワイトチョコの感じだけどね、うん、まあまあ、いやでもちょっとなんか酸っぱいじゃないと、なんかそういう酸味みたいなのを感じるかな、まあでもやっぱ美味しくないことはどうやらこの店で決まった可能性があるなと思ってるけどね、俺は、なる商品、うん、行こう、どんどん、どれどれある、なんかローソンのとか同じラインぐらい、あ、これもそう、しっとり桜ミルクどら焼き、どら焼きだ、どら焼きの桜は正直初めて見るわ、うん、これいいかも、俺要するにチョコが嫌だっつってたから、うんうん、でも桜ミルク風味のクリームをしっとり、多分生地もピンクで、なんかまあまあいいわ、なんか入ってるな、うんうん、いただきます、いただきます、なんかさ、うん、美味しくないというよりさ、普段知ってる、これで言ったらどら焼きだし、さっきの言った普通のシンプルキットカットだし、うんうんうん、普段のその味と違うっていう違和感じゃない、あ、なんか言ってることすごい的確かもしれない、まずいとかじゃなくて、その同じ形状で、この形状でこのどら焼きっていうものを食った時のあの経験から半音ずれてるみたいな、あー、そう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 、なんかほんとそんな感じ、純粋にうまいともいかんだよね、なんかだからなんかずれてる感じが、それなんかちょっと変な感じだね、うん、なんか変な感じ、
お前何も仕事してないですよ。お前マジで。まあいいや、これはそういう感じかな。じゃあそれ以外で言うと、うん、まあでももうこの辺も同じですね多分。まあでもちなみに、うん、その無印の3つ、うん、これはネットの情報ではめちゃめちゃ桜のフレーバーが、あ、するんだ、あ、するんだこれは。あ、じゃあちょっとある意味ちゃんといけるかもよ。じゃあこれいっていいの、このさ本格的なやつだ桜の、うん、え、じゃあこれかな。じゃあそれ行こう。はい、開けます。あ、俺開ける。あ、オッケー。何触ってるかわからないよ、桜の。これすごい、なんかいろいろ入ってる、ほら。なにこれ。小豆とクリームをサンドし、桜の花の塩漬けをトッピングしたっていうことだな。これ絶対そうだ、桜の花。ほんとだ、入ってる。で、これはなんだ、小豆か。でけえ小豆だ。なるほどね。はい。うわ、桜の方お前食って。いい。花なんて食うもんじゃないんだからさ。じゃあお前から、出た接触鍵。あーすごい、ね、でも、ちょっと桜の風味いいマイルするからね。するかも。いきます。食べた後のパク。マジでわからん。何が？これ食ってみて、食ってるじゃん、うん、食って噛んでて10秒間ぐらいずっと何の味か本当わかんなくて、今来たぐらい、今何の味か決まったみたいな感じ。やってみて。いや、何の味かわからんまだ。でしょ、なんかしょっぱい、うん、ほんとに、うん、何の味かほんとに。あ、で、今来た。そう全部なくなった後に匂いが来た。そうなんだこれ。まあでも別にまずくはない、っていうかこの黄色いのが多分それこそ桜餅の葉っぱみたいな味っぽい、うん、しょっぱさみたいなのを感じる、うん、どうなん。いや、ある意味大前成功よ、検証的な意味で言うと。ほんとにこんぐらいだと思ってた。だからマジとかもないし、うん、もうこうなってくるとなんか一つでもちゃんと食えるもの見つけたいな、うん、全部なんかな、なんか、うん、持ち帰っていい、うん、桜のケーキ、もう匂い開けた瞬間来るんじゃない、もしかしたら。確かにそれ大事。まあ、今まで一番桜の、本当に桜餅の匂いというか、匂いが一番今まで桜、うん、何？桜、これは本当に桜の味じゃない？いや、桜の味って何を桜の味って言って。桜餅、一番最初に作った桜餅。桜餅でしょ？そうだ、桜餅。桜の味じゃない、これ要は普通にしょっぱいんだよな、うん、ちょっと、うん、桜餅、酸っぱいというか、うん、酸味があるというか、桜餅と一緒じゃない？それだね、多分桜のポサって、うんうん、てか、あれだね。でも、ある意味それが一番いいような気がしてきた。うん、香り、味で言ったら、そうこれが一番桜の味、一番なんか、違和感もなく食えたし、うん、これは、だから葉っぱっぽいといいのかもな。葉っぱのやつをうまく活用できてればいいかも。うん、本当にそれ以外のやつダメだったもん、俺結構。いや、これいってみよう、不揃い桜バーム。何不揃いって。まあまあなんか適当に切った意味があるんじゃない。はい、ありがとう。全然桜感がない、うん、ないない、さっき全然違う、匂いはない、うん、ただのバームクーヘンの匂い、うん、噛んでた、うん、食います。うん、噛んでからすぐ食った、うん、これも何とも言えんな、食ってみて。うわー、いや、嫌な桜がいた、うん、食った瞬間に俺は。そう、うん、うわ、違和感のやつだ、これも違和感のやつだ、うん、これも違和感の方かも。いつものバームクーヘンじゃないって思うんだよな。うん、そう純粋にうまっとはならん。あのコーラばっか飲んでてペプシ飲んだ時のなんかあれなんか混ぜるかこれ、うん、うん、あんまだわ。次はなんか残ってんのがラテと、うん、もうこんなの一番美味しくない絶対ゼリー、うん、桜ゼリー。確かに葉っぱもうわー、ほんとだ、一番桜だね。これ順番どうしよう。もうお前食いたいのじゃあ、これ残したい俺。それこそこの桜ストロベリーラテみたいな、こういうのが一番こうなんか怪しいっつうか。じゃあ一回ちょっと甘いの食いすぎたから桜せんべいいっていい。そうしよう。でも国産桜葉使用って書いてある、葉っぱが入ってんのかも。これはいけそう、
これ、そうすると、これちょっと酸っぱかったら多分うまいよ。エビだな。うん、エビ線の匂い。なんかこれあるよね。なんか食べたことあるかも、この感じ。え、これなんか、え、桜ゼロなの？まあまあ正直桜は一切ない。ゼロだと思う、桜。あ、でもめっちゃ、なんか食ってるとなんとなくほのかに香ってくる感じはあるかも。いや、ちょっとしてきてる気がする。さっきのやつ、これどっちだろう。わかるか、そんなこと。もう一回、ちょっともう一回食ってみて。桜にする？あ、でもちょっとしたわ。ね、やっぱそうだわ、ごめんごめんだね、作った人ごめんなさい。ごめんっていうか、別に俺は謝る必要もない。こんだけ食ったらさ、桜を。そうそうか、うん、だからちょっと俺が言ってた嫌な感じはない。うんうんうん、これは普通に食える。うん、違和感はない。しょっぱい系とは相性いいのかな、わかんないけど。いや、これで作るの、これはパンケーキミックスは。これもう作りました。お、あ、もう作ったんだ。じゃあ行くか。桜パウダー付き。本当だ、桜パウダーが入ってるってことは、見て見て、これ見しちゃって。これちゃんと桜パウダー 4g って入ってるから、もろ味はするしそうじゃない。はい。あ、ちょっとピンクだ。本当だ、本当に真っピンクのパウダーが。へえ。で、焼いたらこうなんだ。へえ。じゃあいただきます。早速、もう別に同じだな、見た目。どう？別に全然桜感ないの。まず匂いは本当にただのパンケーキと一緒、うん、ゼロ、うん、いや、いる。いや、まあゼロではないのかもしらんけど、やっぱ今前半に食ってきたやつと比べるとないんだよな、桜感。うん、桜感弱い、確かに。うん、一口食べると桜の香りがほんのり優しく広がりますから。確かに、優しく広がりますって書かれてたら確かに優しく広がってくる。どう？優しくっていうか微妙にみたいなことなんだ。だからそれ言ったら、まあ確かに合ってはいる。うん、合ってるかも。うん、あんまだね。ないかな、やっぱ俺たちがこう認めれる桜。次がレンジ白玉桜あん。あー、これね、こういう感じになってるのね、うん、これ今から作るってこと？今からレンジ。はい。すごいじゃん、これ。あ、これはあれじゃん、梅のやつみたい。うん、きた。あ、いけた。これね、じゃあこれレンジで。おお。で、これかけんだ。はいはい、これただの餅で。これ全部かけんの？全部じゃない、さすがに。結構な量だぜ。うお、これでいいんだ。うん。うわー、なんかすごいね。すごいね。え、ちょっとお前が食いなよ。うん。え、いくよ。でもこれが成功したら、多分あの桜が好きっていう人はもうこれ買いなさいよっておすすめできるかもしらんぐらいのあの期待値あるよ、ね。はいはい。成功って何？だからその今までの違和感じゃなくて、桜の味が好きな人にこれ食いなっておすすめできる可能性がありそうじゃない？もう、もろ桜感あるじゃん。意味わかる？言ってるもん。美味しかったらでいいじゃん。美味しかったらが成功で。そうそうそう。いくよ、いくよ、うん。たっぷりつけて。いきます。いただきます。うわ、汚い食うてる。グーかも。嘘。これ何だよ。グーかも。いや、いいよ。全然、自信満々に。ガッツリ。ちょっと思ってたのと違うな。どういうこと？まず、うん、あ、確かに、そもそもそう。なんかもう梅餅のペーストのイメージが体に入ってるから、うんうん、食ったら普通あんこじゃん。そう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 。桜餅の味だもん、あんこが。そう、完全にあれを多分すりつぶして、あんこと桜を全部口の中に入ってきたやつみたいな。桜餅と一緒の味、全く、うん、って言っていい。一緒だわ。うん、まあこれは食えるかも。これはうまい。普通に好んで食う人いそう、桜餅が好き。まあね、でもマジ桜餅食えばよくないか、今晩。まあ桜餅食えばいいと思う。2分かかるし。そうだよね。俺が言う不可解な桜料理ではないの。ない。さあ、もう問題はこの辺だから。すごい、なんか量がすごいよ。コーヒーなのにこんなに粉が。あんまこのタイプにお湯入れることある？これもえ？
確かに確かに。ああ、まあまあ、まあ、そうか、透明のが分かるもんね、色がね。さすが。それは透明の、そのパッケージ用での話でスッと喋ったら合ってたのよく分かんない反論だったけど意味分かんない。うわーすごい。なんかあ、どうだ、色はまずまあ桜なのか。でもまあコーヒーみたいなのも入ってるわけだもんな、うん、多分ラテがね、ラテだから。あー桜すぐ色が本当だ。ほら混ぜるもんないかな。まあこれでいいんじゃない。あ、でもダメだ、これで混ぜるとまた母親が、これで混ぜるとこっから化学物質が溶け出すから。いや、マジで言ってくんだって。言ってくる、もうマジで言ってくるから。もうこれなんやったら、まあ何のために私が環境を守ってたんだみたいな話になるから。俺がやったら怒らんね、うん、あ、でも色はね、ピンクだね。はい、できました、はい。あ、いい感じですね。じゃあ、飲むわ。やけどしそうなの。変なの。いや、まあ桜だけど、いつの言うよ。まあすぐラテが来るよ。あー、変なのっていう意味がわかる。変なのって今までと違う感じなのかもしれないけど、普通にやっぱり普段飲む、その、なんだっけ、ラテだっけ、うんうんうん、ラテがいつもと違う味するって感覚だよ。うんうん、だから言ったらこれ違和感の方だと思う。なんかすごいね、これ。これはダメだな、俺一番。で、またコーヒーとかが強いからさ、それに負けじとさ、多分ちゃんと匂いするようにしてるから。なんか体に悪そうな感じがする。うん、で、これが、そうだわ、これ同じ、キットカットとかと同じノリ、うんうんうん、ダメ、うん、うん、ありがとうね。じゃあもうこれいこう、いこう、うん、もうこいつ最後ちょっと期待して。いや、一番期待できないぞ、こんなの。いや、これ期待できるよ、もうこれ、もう桜ゼリーだから、ね、なの。だって、このゼリー食う時って大体開けた瞬間に汁がこぼれない、スッてやるの醍醐味だけど、やりたくないもんだろ。うわぁ、どう、匂いでいい。わかんねぇ、なんかちょっとテキーラ思い出す、なぜか。なんか、言ってみる。お酒違う、うん、分かる、お酒っぽさがあるね。まあいいや、もう言ってみるわ、うん、うわぁ、怖い。くて桜も入ってる、ほら、花花も、うん、ちょっと入ってる。おぉ、まあまあ、美味しいかもしれない。なんか悪い桜感はない。いただきますね。あー、これ美味しい、うん、これ美味しいかも。これ美味しいかも。意味があるかも。しっかり匂いもして、桜。うん、しかもその匂い、いや、なんなら匂いっていうより味覚でしっかり初めて桜を感じてる、そういう感じあるし、うん、他のはやっぱ違和感でしかないんだよね、いつも。うわ桜、うわ桜、はいはい桜ねって感じなんだけど、うん、これはなんか桜である酸味とかがなんかいい方向にいってない。いってるいってる。結構うまいゼリーじゃない。うまいうまいうまいかも、これは。うん、これうまい。すごいさっぱりしてて、なんかこれを目的で買う人がいてもおかしくなさそうな感じする。うんうん、ちょっとびっくりした。うまいわ、うん、まさかだな、ちょっと。じゃあ一応これが全部ね、検証した結果、はい、言ってた通り感はある。うん、なんで桜桜言ってんのかよくわかんない。これも最後おいしいって言ったけど、これも別に買わないよ。みかんのやつ買うよ俺。これも、うん、俺ぶどうのやつ買うだよね。結論意味不明だ。なんで桜を。俺はもうそれ基本的に食べ物なんか全部美味しくないんだから、そういう意見になるのかわかんない。お前も言ってるってことはもうそうだね。うん、本当に今日お前は逆に何でも美味しいもんね。何でも美味しい、何でも美味しいなんかし、うん、でお前と本当に今日意見が一緒。お前はまずいぞ、上の人。同級生、同級生。いいじゃんいいじゃん、別にそれは、うん、意味はわかんない正直。うんうん、いや俺何が意味わかんない。俺何の話してこれ。